鴨根さんって渡辺製作所の頃からいたんですか？渡辺製作所っていつからいつまでなの？そもそもなんだけど。いつからあんの？渡辺製作所って。いや、いつまであるの？渡辺製作所いつまで？2003年2月をもって解散。2003年？2003年？あーってことは俺はいない。俺はいない。2003年とか全然いないですね。もっと後だわ。メルブラクトカデンザー B2 の最後の最後にデバッグにいたぐらいな感じだから、アクトレスアゲンあたりからだから、まあいないっすね。はい。話はこれで終わりだな。昔、うん、そうだな。それぐらいだから、前話した気がするけど、なんだっけ。そのコミケの長机みたいなところでみんな仕事していた時代。まあその時もでもフラパンだったしな。デジコの格ゲーは、グローブオンファイトは2004年ぐらい、わかんないけど、だから関わってない。で、グローブオンファイト2は開発してる時、俺は会社にいたけど、開発には関わってない。なんか別チームでなんか作ってんねっていうのを見てたぐらいだな。なんかすごい普通のアパートの一室みたいなとこになんか社員みんな詰め込まれてて、なんだろう、夏はクソ暑いなって思いながら仕事していた記憶はあるけど、なんでとりあえず俺は渡辺製作所とかには一切関係ない。そもそもフランスパンに入ったけど、フランスパンで同人芸作ったことないし、基本的に全然関わってないんだよな。あえて言うとすると、山百合連弾っていう同人芸があるんだけど、山百合連弾のデバッグは手伝ったな。山百合連弾はデバッグは結構やったな。それぐらいかな。誰も知らないと思うんですけどね。はい、とりあえずそういう感じです。お便りいただきありがとうございます。